どうも、アキラリウムです。今日は福袋開封動画第2弾です。大きな段ボールで届きました。中身は何が入っているでしょうか。デザインナイフを使って適当に力ずくで開封していきます。それでは中身を見ていきましょう。そうです、今回購入したのは流木の福袋です。カリム流木さんの5000円の福袋を購入しました。それでは一つずつ見ていきましょう。まずは一番小さいこちら、なかなか小さいですがかっこいいですね。続いてはこちら、枝がとてもかっこいいです。ただ少し平面なので立体感がないのが残念です。続いてはこちら、なんかすごいですね。枝だけ取ったりすれば使えるかもしれませんが、なぜか絵の部分がひたすら長い。続いてはこちら、枝っぷりもよくなかなかかっこいいですが、根元の部分が2つに分かれとても長くなっています。切ったりすればいい感じに使えそうですね。続いてはこちら、こちらはなかなかかっこいいですね。相変わらず根元は長いですが、枝の本数も多く枝っぷりもよくとてもかっこいい流木だと思います。最後にこちら、一番大きい L サイズの流木です。これはかっこいいですね。これ1本で様になる流木です。いろいろな角度で使ってみても面白いと思いました。合計6つの流木が入っていました。これで5000円はなかなかお得なんじゃないでしょうか。使いにくそうなのもありましたが、枝だけ切っても使えるのでかなり良かったなと思います。レイアウトしてみるとこんな感じ。このセットだけで60センチから90センチ水槽ぐらいまでレイアウトができますね。そして最後に化け物が生まれてしまいました。6つの流木をすべて1つに合わせるとこんな感じ。レイアウトで使うかどうかは別として、しばらくはこの状態で飾っておきたいと思います。いいなと思ったら高評価をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。